魂はサザエさんの録音作業は毎週木曜日に声優さんたちが全員集合して行われます。同じブース内で入れ替わり立ち替わり、それぞれのマイクに向かう様はまさに名人芸。とくとご覧あれ。ふっか、母さん、ワカメが外国の女の子を連れてきたのよ。いや、そうかい。国際的になったもんだね。お挨拶するです。タラちゃん、いらっしゃいです。 Hi, my name is Jane。 タラちゃん、ジェイちゃんよ。ジェンちゃん、タラちゃんよ。タラちゃん、そうです。花沢さん、英語わかる？わかるはずないでしょ。日本語だって怪しいのに。すると我が家ではワカメちゃんとタラちゃんが国際派だね。そうね、全然物おじしないで堂々としてるし、顔を見るとなんだか気持ちがわかるの。わかるです。言葉は違っても心の中はみんな一緒だからな。このスタイルで録音作業を続けて40年。番組がスタートした時は演じるキャラクターの設定年齢よりも年下だった永井さんと麻生さん、今では実年齢の方が上に。よく生きてたと思いますよ。いつの間にか80を超えてしまったもんですからね。ああ、もうかなわんという、どこまで続くかななんて時もありましたけどね。買ってください。こんなに長くやるって思いませんでしたもん。1年って約束でしたよ、初めちびちゃんをやるのはね。ですけどね、いくらちゃんに、私だってやってるんだからダメよタラちゃんって言われて、なんかおだてられてその気になって40年。はい、ジェイバブー。サザエ役の加藤さんはこの番組を引き受けるときにプロデューサーとある約束を交わしました。それは、この番組をするときに他全部降りなさいと、ね、でもいろんなこと言っちゃいけません、ギャラのことも何も言っちゃいけません、でもあなたにとって何百本に変わる、たった一本にしてあげましょうっておっしゃって、そんなふうにはとても思えなかったのが、やっぱ40年という歳月の中で嘘がつかなかった。40年経って分かるその重みが。40年という長い年月には悲しい出来事もありました。2代目カツオの声を28年間務めた高橋和恵さんは志半ばで病に倒れ、1998年に途中降板、翌年に亡くなりました。誰かマンドリン知らない？僕はちょっと借りてました。カツオも弾く気になったの？クズ感が見当たらなかったもんだから。磯野家の隣に住む伊佐坂先生の声を演じた峰恵健さんも、年賀状を書くのが本職ではありませんが。あ、失礼いたしました。ノリスケを演じた村越一郎さんや制作スタッフもこの40年の間に亡くなりました。始まった時には父や母や兄やなんかがいたのに、あ、周りに誰もいなくなってると言われて、おお、40年って長いんだと思いましたね。そうですよね。サザエさんと共に歩んだ40年、皆さんにとってのサザエさんとは。今年主人亡くしまして、一人きりに子供もいませんしね。だからやっぱり家族だと思ってます。もう40年も、ね、40年も一緒に同じメンバーで続けてるのはやっぱり私の別の家族だと思ってますね。やっぱり別の家族がもう一つある、ですね。